本当にちょっとこのテンションについていけるかどうか。南方もなりさコンテンツは320円スーパーチャーです。ぶちかまそう、今日はチンチンコやってくれると期待 COIG ということで。ありがとうございます。まあ、いろんなとこ語る必要があります、この試合は。ほう。間違いなく、どこのマッチアップを注目するべきかどうかっていうようなね、ところはありますけれども。さあ、まあメンバーのマッチアップで言うと、まずは、やはり、サラバサスチンチンコ。ここがどうなるかっちゅう話。まあ、サラだけじゃないっすよ。相手の右サイドなんてね。まあ、祖母が流れてきたり、アーノルドが流れてきたりと。間違いなくあそこがね、まあ、もう本当に、まあ、ストロングポイントになってくるわけで。で、まあ、前回のアンフィールド決戦ではね、ジンチェンコがちょっと一瞬消えてるところをアーノルドに抜かれて、そこからフィルミーノに決められたなんてことありました。そう。ただですね、皆さん、ぜひですね、ソファスコアのスタッツ見てください。地上戦勝率、空中戦勝率、トータル勝率、ジンチェンコ上位にいます。今季。まあ、とはいえ。ジンチェンコの守備が軽いっていうのは、ちょっとステレオタイプなんじゃないかと。そういうような声もですね、一部あるんじゃないかと。確かにな、どうなんだろう。うん。でも、とはいえ、マルティネリのね。うん。カバーとか。うん。ハバーツとか。うんうん。もうやんないとちょっと大変なことになるんで。そうだね。うん。うんうんうん。そこも期待っすね。アーノルドがまで行きますか、来い来るぞ。いやー、ジンチェンコさん見送るか。やばい。やばい、軽い。いやこれは、ちょっともう、フラグじゃないですか。かわされた瞬間、やばかったな、今。いやー、そこ富だったなー。いや、ちょっとな、今のはもう。あそこ、富だったら、富だったらね、まずあそこ届いてないもんね、多分空のところで。空でカットできたから。空の経路で止めれてた可能性はあったもんね、ここね。いやー、軽っ。もうね、分かってたけど、これ、作らせちゃダメだもんね。いやー、そうね、そうね。にしてもサラのフィニッシュはエグいけど、ニアはやべえよ。それはやべえ。うん、言ってね。うん。いや、チェンコ抱えるリスクよな。マジで。ね、そう。付き合ってかなきゃいけないから。そうなんだよね。なんで怪我してんだよ、トミヤス。もう。今日いて欲しかったのに。いやー、まあ。いや、明らかにミスマッチ作られちゃうからね。もうあそこ作らせない戦い方するしかないもんね。で、まあ言ってこ、これは、想定の範囲内ではあるでしょう、ね。まあ、想定の範囲内。ただ、思いのが軽けられたわ。思いのが軽かったわ。ちょっと、ひねられたな。うん。うん。いや。やっぱ、ずっとあそこケアしなきゃいけないのがきついよね。でね、リバプールは、どっからでもあの展開を作ろうと思えば作れるっていうのはね。そう。やべえわ。うん。つかさぐるぐるさん、200円そばでございます。トミヤス、早く治ってくるね。もう、マジで何やってんの。トミー。やっぱ、まあ、結局、あれやな。怠慢やな。まあな。極論。っていうか、今のプレミアで、右ウィングがシャバいチームで少ないイメージなんだよね。だから両ウィング基本的に、ガンガンスーパーウィンガーがいるイメージ多いんで。行き着く先は怠慢でどれだけ進めるか。そうなのよ。マジそれ。本当に。テッドからさ、200円スパイスあります。あす。リバプール派ですが、とりあえずエジプト市流しとけば、これ勝てるのでは。いやー、まあ、リバプールはもう真っ先にどれだけいい形でエジプト市に渡すかっていうところが、目標になってくると思うんで。そうだね、まあ。でもこれって正直言うと、リバプール戦で警戒しても無理なんですよね。だってもう、今日の試合、あそこどんだけ、ぶん投げてるか、相手が。なんでね、警戒できる範囲超えてんだよな、うん、もう。そう。どんだけケアしてもしょうがない部分があるからな。うん、そう。カズさん、320円スパイダーアース。アースにとって富安はシティにとってロドリぐらい重要なんだな。まあ、そこまで言うからあれかもしれないけど、シティのロドリはもう心臓なんでね。シティのロドリはね、別格でやばいっすよ。うん、ただ、マジで。しな。まあもう、対強豪では、割とガチで絶対にいてほしい、もう人物なんですよね、それはね。アルサーさん、200円スパイスありがとうございます。アーノルドとジンチェンコ、この二人の生かし方の正解を先に見つけてるのはリバプールですか。確かにな。確かにな。で、ジンチェンコは、でも、
アーノルドはまださ、うん、サイドバックやって守備が苦手な、一応ディフェンダーじゃん。ジンチェンコは。ジンチェンコはもう、ねえ。どうしようもない。今からで埋められない差が。そうなんだ。そう。培ってきた。そう。経験のあれが。アカデミー勢が。そう、トップ下。トップ下がサイドバックをやるという。まあ、それで、なんか、ハマツが常時左サイドバックやってるみたいな。ちゃえばな、なんかもう。ちゃえば。ハマツも慣れるかね、いつか。いつか慣れる。左サイドバックずっとやってたら。大した320円スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。後半リードできたらトロ入れて、左サイドバック、ハマさん期待します。いや、それやったらちょっとすげえなって感じよな。左サイドバック、ハマさん？いや、でも、ナーゲルさんがやんねえって言ってんだから。ねほっとしてたら、アルツタが俺はやるぜ。ビグ。ビグ。またやるんかい。シーデオンさん320円スーパーチャットありがとうございます。ジンチェンコとキビオル合体できないですかね。それが富なのよ。それが富なんだけどな。それな、それが富なんですけどね。お、収めた。ん？まずいくね。ああ、でも、うん。うん。今の結構。うん、まあ、それもこのマッチアップで勝てるわけないんでね。まあ、それはもうそのから先をカバーするしかないですよ。うん、シンプルだけど、いい攻撃だったな、今。すげえな、もうマジロングボールの数が。やばいね。バンバン裏飛んでくるやん。かでもそのロングボール系に関しては、サイド振られない限り、まあ、対応はしてるけどな。真ん中はサリバ・マガリアン君たちが。なんとかあるかな。うん、うん、うん。ティアニーでは欲しいで。そうね。ティアニーで。いたら。キンパーとかも。トミヤスとかも。いたら。まだそんなことやろうね。相手だってね、ロバートソンいたらとか、いろいろあるんで。イーブン、イーブン。そんなん言ってもしょうがないですよ。今あるもので戦っていくのは一緒。でもね、チェンコはね、まあもちろん言いたいことあるよ。それは守備対応とかね。たださ、もう俺はいてくれるだけで強いことは言えねえわ。それはもうああいうとこなんとかしたくてさ、ティンバー取ったりさ、トミヤスを使ったりとかしてるわけですよ、我が軍だって。それはいろいろ考えてるわけですよ。でもみんないねえから、いるジンチェンコが一番偉い。もう本当にサッカー選手はいてなんぼ。こんだけ過密日程を左サイドバックのスタメンでずっと出てくれてるジンチェンコが一番偉いです、もう本当に。そう考えたらね、もうディスることなんかできないっす。ある程度だって気にしてるからいろいろ試してるのに。富安はもうだってもういないじゃん。もういたら、いない、いて、どっち使おうで、いや、ジンチェンコこうだからな、とかできるかもしんないけど。かつ、アーサルだってそこが怖いな、よし、選手取ろうって言って取ってるぐらいなんだからね。